今11時過ぎぐらい、今、隣町に向かってます。隣町に住んでる友達と一緒にランチ行こうってことで向かってます。結構なんだろう、どんよりって感じ。でもスノーフォールワーニング出てたよ。大雪警報出てたよ。今やんでるけど雪降ってたからね。結構降ってた朝。あ、そうなんだ。ピザ屋さんでピザとパスタとノンアルコールビール飲んで出てきて、今友達の家でお茶入れてくれるらしいので向かってる。山は綺麗。友達の家でコーヒーとデザートとお菓子をいただいて今から家に戻ります。今8時ぐらい、まあ、ホミンだけ仕事に行って、今日も私は休みだから、まあ、ゆっくり家でゴロゴロしたり今動画の編集したりしてて、でまた日本の本読む。これお母さんが送ってくれた麦茶、めっちゃありがたい。麦茶美味しい。じゃあくれなくていいならあげない。でもご飯あるよ。ご飯ないよ。いい、別にご飯も食べたくなかったら食べなくていいよ。でもご飯食べなくったら私おかわり食べれるから食べなくてもいいよ。食べないで欲しいってこと？でもこれ2杯分あるんだけど別に。カレーが？うん。様子見て。これぐらいがまだある。うん。じゃ食べれるってこと？食べていいのであれば食べる。そんなこと言われたら食べないでって思っちゃうんだけど。いやでも逆に、あ、なんかそういう選択肢があるんだ、じゃあ私は全部食べようかなみたいな。こんな地下道なの。いただき、ん、うん、なんでいつも俺が押さえなきゃいけない。だって私こんな角で食べるってこと。俺いつもここに座ってるじゃん、わかる。そっか、うん、家みたいなことって言うんだけど、俺がわざわざいつもヘルコも真ん中に座るから、いつも俺ここに座る。最後
レーを一緒に食べようと思ってご飯も炊いたのに、え、俺もカレー食べていいのとか言うから、そんなこと言うならじゃあ食べなければみたいにぶつくさん言ってたところ、ほら、ちゃんと2人分以上あったじゃん。だから彼、お通しだったら今、今だと思って。弟がおすすめの素晴らしい、妹がそう言って入れてくれた。